録画を開始。録画を終了ボタン。皆さんこんにちは。今日はコメント欄でいただいたご質問にお答えしていこうと思います。ご質問の内容は、動画にどうやって BGM を入れてますか、 iPhone だけでもできますかっていうご質問だったんですけど、まず、私は iPhone だけで現在動画投稿してます。で、 iPhone の中に元から入ってる iMovie っていう動画作成アプリっていうのかな、で iMovie を使って音楽を入れたりしてます。なので今日は実際に操作しながらその方法を動画撮っていこうと思います。よろしくお願いします。録画を終了ボタン。はい、では実際に iMovie を使って、動画に BGM を入れていこうと思います。今スクリーンカーテンをオフにしてますね、ちょっと音を上げますね。私ボイスオーバーを使って、普段作業してます。で、ご質問くださった方も視覚障害者の方なのでいいかなと思うんですけど、ボイスオーバーを使って操作していきますね。あ、今言いますね。ちょっと音を上げますね。はい、今 iMovie って言いますね。で、今 iMovie がスクリーンカーテンがオフになってるんですけど、後で明るくしますね。で、今 iMovie が立ち上がりました。で、ここでプロジェクトスラッシュ予告編を追加、はい、プロジェクトプラス予告編を追加っていうのをダブルタップします。これをまあ普通の人は選べばいいと思います。 iMovie12 ツールバー選択中、プロジェクトスラッシュ予告編を追加、キャンセルボタン、で新規プロジェクトムービーボタン、予告編ボタン、でここでムービーっていうのを選びます。予告編ムービーボタン、ムービーメディア戻るボタン、選択ボタン、今日、はい、でここで多分写真のところに行ってるんですよね。で、一旦写真を取り込まないといけないです、自分の撮った動画をですね。で、選びます。選択ボタン、今日多分これだと思います。今日1個しか撮ってないんで、じゃあ大丈夫かな。ちょっとスクリーンカーテンをオフにして画面明るくします。スクリーンカーテンオフ、はい、あ、ゆうちゃん時々映ってるか見て、選択ボタン、今日、2021年4月25日作成、継続時間 50.6 秒、選択、2021年4月25日作成、継続時間 50.6 秒、2021年4月25日作成、継続時間、ツールバー1項目、1項目、ムービーを作成、プロジェクトリストに戻る、ムービーを作成っていうのを選びました。で、今も取り込んであると思います。2021年4月25日作成、 50.6 秒、メディアを挿入ボタン、前のクリップボタン、再生ボタン、再生してみますね。一時取り消す無効ボタン、再生しなくてもいいんですけど、再生ボタン、再生、録画を開始、録画を終了ボタン。皆さんこんにちは。今日はコメント欄で、これさっき見本で撮った動画です。で、ここでここまで来たら設定を選びます。で、設定を選ぶとなんかいろんな設定ができます。で、ここで音楽、ここでここになんていうんですかね、音楽、これが選択中のシンプル、これが音楽を選ぶところです。で、いろんなのがあるんですけど、選択中のシンプル、旅行、一番わかりやすいので、旅行、デモ、いろいろありますね。愉快とか明るいとか、旅行とかシンプルとかで、一番わかりやすいの音が大きくて、選択中の明るい、今試しに明るいっていうのを選びました。で、ここで愉快、デモ、旅行、シンプル、ユーズ、テーマサウンドブラック、黒からベルトイン、今切り替えボタンオフ、ダブルタップして設定を切り替えます。このテーマサウンドトラックっていうのをオンにします。黒からベルトイン、切り替え、テーマサウンドトラック、切り替えボタンオフ、ダブルタップして、今オンになりました。黒からベルトイン、切り替えボタンオフ。で、これは別にいいと思うんですけど、フェードインフェードアウトっていうのもあるんで、せっかくなんで私いつもしてます。黒からベルトイン、切り替えボタンオフ、ダブルタップして、で、今音楽と、黒からフェードイン、黒からフェードアウトっていうのを選びました。で、ここで完了ですね。ツールバー、プロジェクト設定完了ボタン、
はい、ここでできてます。再生ボタン、ちょっと再生してみますね。再生ボタン、一時停止でもできますかっていうご質問だったんですけど、まず、私は iPhone だけで現在動画投稿してます。で、 iPhone の中に元から入ってる iMovie っていう動画を作成アプリっていうのかな、でこれで音楽が入りました。聞こえるかな。音楽を入れたりしてます。なので今日は実際に操作しながらその方法を動画撮っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、でこんな感じで今音楽が入りました。ここまで来たら一旦ですね、これをまた写真っていう自分の中の写真っていうアプリっていうか元から入ってる写真の中に保存して、そこからまた YouTube の作成画面でそこから選んで取り込むっていう形になります。なので次に保存の仕方、保存するためにはプロジェクトリストに戻る、一回プロジェクトリストに戻ります。ここ選びます。で戻ると、ここで51秒、ここで共有っていうのがあるので、共有を押したらちょっとスクリーンカーテンをオフにします。オンにしますね。スクリーンカーテンを、 iMovie13 51秒、エレクトリ線21、編集ボタン、再生ボタン、共有ボタン、共有、はい、共有にしてちょっと、使用可能なアクション、音を下げますね。ここでずっと最初ですね、自分の連絡先、よく連絡してると友達とか家族が出てくるんで今一旦ちょっと外したんですけど、でここで共有アルバムに追加ボタン、ボタン、ずっと下の方に行ったらカード追加ボタン、キーピン保存、アクションを編集、キーピン、カード追加、ファイルリゾン、共有アルバムに追加、ビデオ保存ボタン、今ビデオ保存っていうのがありますね。コピーボタン、コピーの次かな、ビデオ保存ボタン、ここでビデオ保存っていうので共有アルバム、ビデオ保存ボタン、ムービーを書き出し中、はい、ムービーを書き出し中で、ここで、今保存してます。で写真のとこに、今写真とかビデオのとこに今保存しているので、この書き出しが終わったら終わりです。はい、でここまで終わったらあとは終わりですね。そしたらいつも通り YouTube の動画作成画面に行って、この今音楽が入ってる動画を選んで、でタイトルとかつけて YouTube にどう投稿すればいいと思います。でそんな感じで、音楽を入れてます。はい、また何かちょっと分かんないこととかあったら質問していただけると嬉しいです。はい、止めて録画を開始、録画を終了ボタン。はい、いかがだったでしょうか。意外と簡単だったでしょう。私の YouTube の始め方はとりあえずやってみるっていうことですね。まず最初にアカウントを作るのだけは子供にやってもらったんですけど、それはまあ YouTube 始めるつもりじゃなくて、大好きな YouTuber さんのチャンネルを登録したりコメントしたりしたいなと思ってアカウントを作ってもらったんですけど、それからなんかちょっとやってみようかなと思って、とりあえずいろんなところをいじくってたらできたので、そのままなんとなくやってます。でまだまだ初心者なので、なかなかスムーズに説明できなくてすみません。あと一つ心配なのはですね、この iMovie の音楽って著作権とかどうなのかなっていうのが私もちょっとまだわからないんですよ。でいろいろ調べたら著作権大丈夫っていうことだったんですけど、ゆくゆくは私も収益化とかする野望があるので、何年後になるか分かんないんですけど、でその時に大丈夫かなっていう不安を今ちょっと抱えつつやってます。なのでもしご存知の方がいらっしゃったら、大丈夫だよっていう方とかいらっしゃったら
教えていただけるととても嬉しいです。はい、また YouTube についてとか私も全然まだ初心者で分かんないんですけど、もし私に分かることがあればご質問とかあればお答えしていきたいと思っています。はい、では今日の動画は以上になります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。録画を終了ボタン。